俺だ。正面のスイッチが見えるな。分かってるとは思うが、抵抗する連中に遠慮はいらねえぞ。艦内の装置に異常はないだと。バカな、現にここに魔法を使うやつらがいるんだ。こう床の射出を急げ。こうてい行け。こうてい行け。ていていてい王国兵が後悔してくるぞ。敵を掃討して乗り込め。行け。中間版に侵入したら発見しない射殺せよ。マー発生源だ。頼むぜ。無理するな。あ、うん、大丈夫。それよりマキナ、クリスタルが。そうだな、クリスタルの力が戻ってきてるみたいだ。行こうマキナ。一部地域で魔法の回復を確認。戦える者は施設前に集合せよ。場内に未確認兵器の反応を感知。もう一度報告しろ。はい、6番艦の大破確認しました。イレギュラーな部隊がいるようだな。401部隊と903部隊はどうした？依然応答はありません。呼び続けろ。はっ、白夜一例、白夜一例、こちらくさび。先ほどの報告にあった161部隊の生き残りを呼べ。はっ、161部隊の魔法を使う連中を見たのは確かなのだな。は、はい。貴様はそれを目撃し逃走、その後部隊は全滅、間違いないな。はい、この事実を報告せねば。恐れから逃げる者など我らミリテス広告軍に存在しない。161部隊は朱雀の魔法攻撃により壊滅。片付けろ。はっ。ルシ君身では朱雀クリスタルを抑えられないということか。最悪、どこのネズミだよ。最悪、ワンパターンだな。もう飽きたよ。終わりにしよう。さてと。邪魔圏内で召喚したのか。果てだ。なんで動ける？何者だってめえ。元に戻った。武士の力なのか。上等だ。すぐに殺してやる。危ないところだった。最悪。あんたたちは一体そのマントの色。嘘。キュービ沈黙。ルシ君美と通信不能。バカな。一体何が起きているんだ。スザククリスタルの完全解放を確認。各地で魔法反応。68地点にルシ、スザクのルシが現れました。204部隊208部隊音信途絶。総員撤収準備。スザクにいる全部隊に緊急通達。現時刻をもって状況終了。撤退を開始しろ。撤退だ。早くしろ。本部へ状況991を伝達しろ。作戦は北の夜明けに移る。はっ。ここに来て覆されるとはな。作戦開始からわずか6時間。赤のマントをまとったアギト候補生クラスゼロの活躍により、スザク奪還作戦は電撃的成功を収めた。そして彼らはこの作戦を機に歴史の表舞台に立つこととなる。朱雀に不幸な出来事が起こりました。先人の勇気と知恵が生み出した4カ国平和協定を踏みにじったミリテス公国の悪しき行為の結果です。このかくも悲しくかくも悲惨でかくも不幸な事件により我々は多くの友を失いました。しかし今私は皆さんの前に立ち、ルブルムの領地を不当に占領しているミリテス公国軍から村を町を住人を解放することに力を合わせることで合意いたしました。これはルブルムのみならずオリエンスに与えられた試練です。皆さんは今日のこの日をオリエンスの新たな院長、玄武に禁止反応が。何？歴史家どもはこれをフィニスと呼ぶのかもしれませんな。くだらん。これは終わりの始まりなどではない。我らが生み出した最初の希望だよ。時に王暦842年ペリシテリウム玄武に向け大陸破壊兵器アルテマ弾が投下された。これにより700年の歴史を持つロリカ同盟と呼ばれた国土はオリエンスの大地よりその姿を消した。